強畜糖は強畜糖か強畜糖属の常緑低木もしくは常緑オダカ木。和名は葉が竹に似ていること、花が桃に似ていることから強力な毒成分が含まれ、強畜糖を燃やして出た煙にも残る。インド原産。日本へは中国を経て江戸時代中期に伝来したという。葉は長楕円型で両端が尖った形。やや薄くて硬い。葉の裏面には細かいくぼみがあり。 気候はその内側に開く。花は、およそ6月より、残暑の頃である9月まで開花する。花弁は、基部が、筒状、その先端で平らに開いて5弁に分かれ、それぞれがややプロペラ状に曲がる。ピンク、黄色、白など、多数の園芸品種があり、八重咲き種もある。日本では適切な花粉媒会社がいなかったり、木で繁殖したクローンばかりということもあって、 十粉に成功して果実が実ることは、あまりないが、ごく稀に果実が実る。果実は細長い角状で、熟すると縦に割れ、中からは、長い褐色の綿毛を持った種子が出てくる。有毒な防御物質を持つため、食害する昆虫は少ないが、日本では、鮮やかな黄色の胸ブラ油シが、新しく伸びた枝に寄生し、また、新芽や蕾を白マダラの芽芽の幼虫が、糸で綴って、 内部を食べる。九州の一部や南西諸島では、共畜糖スズメの幼虫が葉を食べて育つ。共畜糖は優れた園芸植物ではあるが、強い蛍光毒性があり、野外活動の際に調理に用いたり、家畜が食べたりしないよう注意が必要である。花、葉、枝、根、果実すべての部分と、周辺の土壌にも毒性がある。生木を燃やした煙も有毒であり、 毒性分は、強心肺胴体のオレアンドリンなど、不要度にしても1年間は、毒性が残るため、不要度にする際にも注意を要する。中毒症状は、大き、嘔吐、死死脱力、倦怠感、下痢、非回転性めまい、腹痛などである。治療法は、ジギタリス中毒と同様である。乾燥や、大気汚染に強いため、街路樹などに利用される。神奈川県川崎市では、 長年の公害で他の樹木が衰えたり枯死したりする中で、強竹島だけはよく耐えて生育したため、現在に至るまで同市の緑化樹として広く植栽されている。高速道路沿いにもよく見られる。さらに、広島市はかつて原爆で75年間草木も生えないと言われたが、被爆焦土にいち早く咲いた花として原爆からの復興のシンボルとなり、広島市の花に指定された。 防火の機能を有する樹脂としても知られる、オレアンドリン強畜糖の全部くらいには、オレアンドリンなど様々な強心配糖体が含まれており、強心作用がある。他に、利尿作用もある。しかし、同種は非常に毒性が強いため、素人は処方すべきでない。オレアンドリンは、強畜糖に含まれる、強心配糖体で、分子量十六点七三有点摂取百五十度、 CAS 登録番号は465から16から7である。ジギタリスに類似の作用を持つ。人の場合、オレアンドリンの致死量は 0.30mg、ラムで生産カリをも上回る。この他、長崎県佐世保市でも死の花に指定されていたが、毒性を理由として指定を取り消されている。日本には同族は分布していない。 琉球諸島には別属のミフクラギが分布する。花は白くて、やや強竹等に似ているが、多肉質の葉や大きな実をつけるので、印象はかなり異なる。強竹等属は、強竹等科の属の一つ。ありがとうございます。